6日北区の駅で戦争法廃止に向け、また特定機密保護法はいらないという声を上げ続けてきました。続いてのスピーチは、今日も駆けつけていただきました大山さん、お願いいたします。早いな。はじめまして、大山でございます。今日もお付き合いください。皆様いろんなご意見あると思うし、すべて正しいと思うんですね。ただし、急がば回れというそういう格言、ことわざもありますので、先月一つ種をまかさせていただきました。警視庁の調布警察署の案件、これ実はただ単に1世帯が出した告訴状を警視庁の調布がもみ消したというだけの話じゃないんですよ。背景に、杉田和弘さん、現在の内閣官房長官、内閣官房副長官の案件が絡んでいて、しかもそれは小泉さんの事案も関わっておる。小泉純一郎さん、安倍さんというのは、安倍内閣というのは小泉内閣の傀儡です。そのことをちゃんと抑えているかいないかで戦い方が全然違います。現在の国会議員ほとんどダメです。内閣官房機密費でお金でももらってるからダメなのか、それとも本当に能力がないからダメなのか、皆さんに今言ったような生の事実をお伝えしていませんよね。安倍さん、あれ小泉純一郎さんと、それから細川さんの傀儡内閣ですよ。それが証拠に内閣官房参与に飯島さんが入ってますね。これじゃ事実上小泉内閣じゃないですか。こういうことは NHK も誰も言わない、本当のことだから。ですからそういう部分で攻めていかないと我々は勝てないということで、どうか皆さん一緒に勝てる喧嘩をしませんか。で、出てくるのが種をまかさせていただいた調布警察署の案件。私、アクションさんのお力いただいてもう15回目のお話になります。今日ちょっとエゴを出します。エゴ、15分の1のエゴ。通常は攻撃になるお話をさせていただいております。ですから私と娘がものすごく被害に遭っていても、極力そのお話は申し上げませんでしたが、それをむしろ皆さんに使っていただきたいんです。アクションさんのお力をいただいて私はお話を差し上げておりますが、その時に大山さん、あんた頭おかしいのかいって言われたことは残念ながら一度もありません。しかしここからが大事。皆さん、もし皆さんもご自身の記録がマイナンバー制度も含めてですよ、知らない間に、あの田中なんとかさんは頭のいかれたやつだ、実はあのなんとかさんという人は暴力団員だ、虚偽の認定をされておって、それがマイナンバーで、来たらばどうですか。うちはそれ23年やられてるんですよ。ですからその事案に関して警視庁調布警察署木内署長という方がいますね、内容証明で出してあげた、配達証明で出してあげた、10月の8日あたり、10月の8日あたりに到着していることも確認されていて、しかももう1件ある。皆さんどうですか。警察や検察がメッシの種の告訴状を出していただいて、それを全部上扱いで揉み消す、だったら彼らの仕事は一体何なんでしょうか。ここで重要なのは、革新系の方、皆さん頑張っていらっしゃるマイナンバー制度、あれもうちのような世帯があるということですよ。私はアクションさんのお力をいただいて今こうやって声を上げております。声も上げられてないで、知らない間にご自身の身分認定が、あれは暴力団だ、極左だ、なんだ、やられたらどうですか。お子さんも何も就職も何も全部こっぱみしんでおしまいですよ。うちはそういうことをされてるんで告訴状を出しました。告訴状がもみ消されてる。皆さん、これやってるのは安倍さんですよ。その理由として直接関与しているのは現在の内閣官房副長官で元警察庁警備局長公安トップの杉田克弘が差配をしている事案だから、どうか皆さんその件を使っていただきたいというお話でございます。どうですか皆さん、安倍内閣が崩壊したらば皆さんの憂慮すべき内容というのは消えるんじゃないですか。いかがですか。安倍をまず抹殺するということはとても大切であって、重大な刑事事件からやることが早いというふうに考えます。どうぞ皆様お力をお貸しください。ありがとうございました。ありがとうございました。今大山さんから出たようにマイナンバー制度が本当に施行されてしまい、今
就業規則の中にマイナンバーを届けなければいけないというふうに書かれている事業所も増えています。でもマイナンバーの届け出は義務ではありません。きちんとそのことを言いましょう。それでは続いてのスピーチ